はいどうもブラッドです。さあ今日もエンゼルスのオープン戦第3戦ですね、見ていきます。同地区マリナーズ相手に7対3で勝利、2桁安打も記録しホームランも3発出ています。そして両チームのスタメンはこちらとなっています。エンゼルスは今日は昨日とは違って主力メンバーは温存しています。先発ピッチャーはエンゼルスが誇るトッププロスペクト、左腕のリード・デトマーズです。対するマリナーズはほぼベストメンバーと言っていいんでしょうかね。新戦力のフレイジャー、スアレス、ウィンカーが並んだラインナップはなかなか強力そうな印象ですね。そして先発は去年14勝を挙げてエースの活躍だったフレクセンが先発のマウンドに上がっています。個人の成績見ていきます。上から3人、デトマーズ、ジャンク、バリアは今年のローテーション6番手を争っています。まずデトマーズ、もうほぼ完璧でしたね。2イニング投げてヒットはシングル1本、そして三振5つと、まっすぐには力があるように感じましたし、カーブもカウントを取るとき決め球として非常にいいところに決まっていました。特に左打者に対して良かったですね。ウィンカー、フレイジャー、ケルニックといった強打者も全く寄せ付けないような、それほど完璧な攻めをしていたと思います。正直今年のデトマーズ新人王あるんじゃないかなと思っています。個人的にはぜひ6番手として使ってタイトル狙ってほしいですね。そして次に登板したジャンク、ちょっと球が全体的にばらついてた印象ですね。フォアボール2つありますし、まあ、ランナー貯めたところで、まあ、強打者ジェシー・ウィンカーにセンター越えの素晴らしい当たり打たれて2失点喫しています。バリアは全体的に良かったと思いますけれども、1球だけタイフランスに、まあ、ど真ん中のスライダーを投げてしまいホームランを打たれています。AJ ラモスはシーズン40セーブも上げたことがあるベテランですが、今日も難なく抑えています。オルテガは去年メジャーデビューして初勝利も上げているピッチャーですけれども、今日もしっかり抑えてくれています。最後のマルテも7球で危なげなくゲームを締めてくれました。そして野手陣、ようやく打撃代わりのタイスが結果を出してくれました。最初の打席で先発のフレクセン相手にレフト線に落ちるタイムリーヒット、そして2打席目は左投手のミシウィッチだったんですが、簡単に2球で追い込まれますが外の誘い球に乗らずカウント 2-2 まで持ってきて見事に失投をホームランと、ようやく結果が出てくれて良かったです。その後ウォラック、そしてラブレースは残念ながら結果は出ませんでした。そしてゲートウッドですが、まだオープン戦でヒットが出ません。しかもファーストの守備で守備範囲の打球を後ろに反らしてしまい長打にするということが2つもありました。記録はヒットでしたが、取ってあげないとちょっとピッチャーがかわいそうでしたね。そして伏兵のパルメイロの方がセンターに大きなホームランを放っています。そしてベラスケスは今日もヒット1本打っています。さらに盗塁も1つ決めています。そしてステファニック、初戦の動画で激推ししたんですけれども、今日も良かったですね。高めに浮いた変化球逆らわずに右中間後方にツーベース放っています。さらにフォアボールも1つ選んでいます。そしてロハスが打撃好調ですね。先発のフレクセンから右中間にツーベース放っています。その後にですね、ロハスが1塁ランナーになった時バッターがライトフライ打つんですが、そのタッチアップで2塁を落とし入れる見事な走塁も見せてくれています。メイフィールドは今日はノーヒット、代わりに入ったレンヒーフォはヒットを1本打っています。しかもこのヒット、セカンドの上のライナーだったんですけれども、もう打った瞬間からレンヒーフォは全力疾走しまして、ライトがファンブルするのを見るや否やセカンドを落とし入れる、こちらも素晴らしい走塁でしたね。ただその後セカンドで牽制でアウトになってしまったので、そこは気をつけないといけないですね。レフトで出たジョー・アデルは今日は三振2つ。代わりに入ったオーランド・マルティネスは去年エンゼルスの組織内プロスペクト第26位だったんですが、ようやく今日結果が出ています。ファーストへの内野安打とライトオーバーにタイムリーツーベース打っています。そしてマーシュとシエラは残念ながら2三振ずつヒットも出ませんでした。ウォードも今日はヒットなし、ディロン・トーマスもなかなかヒットが出ないですね。そしてブロクストン・マルティネスはホームランを打って結果を出しています。センターバックスクリーンにあるボードを超える特大のホームランでした。マルティネスは独立リーグとメキシカンリーグを4年経験してからエンゼルスに来ました。28歳ですがメジャーデビュー目指して頑張ってほしいと思います。
最後にトピックス3つだけ触れて終わりです。 FA の残された大物ショート、トレバー・ストーリーがレッドソックスと契約しました。密かにサプライズエンゼルス期待してたんですけれども、それがなかったのは残念でした。ただ同地区のアストロズ、コレアが抜けた穴探してたと思うんですけれども、ストーリーを獲得できなかったというのは、正直エンゼルスにとっては非常に嬉しいニュースでもありましたね。そして続いて、マリナーズのケイシー・サドラーが右肩の故障で開幕絶望かというニュースです。サドラーというと、去年中継ぎで42試合に登板しながら、防御率なんと 0.67 という、同地区としてはもう脅威でしかない投手だったんですが、それがちょっと故障したというニュースが入ってきました。しかも手術を考えているかもということで、長期離脱になることも示唆しています。マリナーズファンにとっては非常にショックがでかいと思うんですけれども、エンゼルス側からしてみればかなり地区優勝追い風がもう吹きまくってるような感じに見えますね。そして最後、大谷投手がいよいよ明日ロイヤルズ戦に先発します。いよいよピッチャー大谷が登場するということで、見逃せない試合になっています。明日も詳細お送りしますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、今回の動画以上です。今後もエンゼルスのこと、メジャーリーグのこと発信しますので、よかったらチャンネル登録、高評価、何卒よろしくお願いいたします。 Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた明日会いましょう。バイバイ。